はい、皆さんこんにちは、マンダルグルビシです。では今回は信長の野望革新パープキット、本能寺の変明智光秀プレイ続けていきたいと思います。本能寺で信長を討った後ですね、秀吉軍に対して逆に強襲、秀吉を討ち取って姫路城を奪い取っています。秀吉亡き後秀長に代替わりしていますけども、秀長とはなぜか同盟を結んでいます。さらに織田家筆頭家老であった勝家とも同盟を結んで、今織田家に対して反抗作戦を行っているところですね。目標石山城と見ているんですけども、石山城がですね、なかなかどうして強力な城に仕上がっていまして、これをなんとか攻略していきたいなというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。昇龍寺城はね、まずしっかりと戦力そう有効化していくために、今修復が全然できていない状態なので、少しねお金を使ってでもこの昇龍寺城の耐久を回復させていきたいと思います。あと浮田と今ちょっと仲が悪いので、浮田との仲をなんとか取り持っていければいいかなというふうにも思っています。では人材の登用を進めながら時間を進めていきます。内政の方針ですけど、ここまで割とですね、兵糧を多く作ってきてお金に困っているという状況なので、しばらくの間はお金がね取れるようなところをね中心に考えていこうかなと思ってます。お金が今は欲しいと。石山城1万4000の兵を相手にするのは難しいので、なんとか野戦に引っ張り出したいですよね。お、維新送電か。これは、家臣団に入れたいですね。むちゃくちゃ内政高いと思うので、なんとか東洋に持ち込みたい。傷の水軍衆と協定が結べそうですね。これは協定結びましょう。あとはうまーく浮田と同盟が結べる状態が、まあ演出できれば、いよいよ石山城攻略と。いうのがね、見えてくると思います。紙だったらいくらでもやるよ。傷の水軍衆を味方につけられるのであれば。滝川一益が坂本城を築こうとしてるな。これは阻止しましょう。とりあえず、今だったら騎馬隊で出撃すれば、間に合うと思うので、騎馬隊で一益を撃破していきます。あと、坂本城、石山城の周りで櫓を作っている気配があるので、この櫓をなんとかしたいな。あ、条件提示、金で返そう、人質は。これによって一気に内政ができる。金に困っていたのでありがたいですね。じゃあ人質を返した金で先に内政できるところからこなしていきます。様之助が到着して、なんとかこのね、一益の作る、坂本城のね、建設を妨害することに成功しています。一益は秀信に臣服していない。いや、これは引き抜くぞ。引き抜くとこの7000の兵が我々のものになるんじゃないか。計略引き抜き一益。いやー、一益味方にしたいわー、これ。なんとかして、うまく、味方に引き入れたいですね。これもひたすら引き抜き行っていこう。一益が入ってくれたらもうすごい戦力に多分なってくれる。もうダメ元で何度も何度も行きましょう。お、今だったら引き抜きに成功すると言われている。これもう攻撃を中止だ。よし、
これでカズマスの7000が参加す、でかすぎる。これだったら、今だったら、いけるぞ。石山城攻略。舞台ごと、寝返らせるというのは、むちゃくちゃ大きいですね。いやー、天界優秀だわ。天界のいるいないで、ここまで、変わるとは、ちょっと正直、思わなかったですね。ちょっと他にもね、そういう人たちがいないかっていうのは、常々目を光らせておく必要があるなっていうのと、あとなんといっても、タイミングがね、すごく良かったですよね。まさに今、舞台数7000を率いていた数正を丸々寝返らせたっていうね、それが大きいですね、本当に。いや、舞台数が一気に強化された。この状態で、カズマスにはそうだなぁ、姫路城に向かってもらいましょう。姫路城を任せる。カズマスには。で、斎藤利光は八神城に向かってもらいましょう。これで、各城に、それなりの武将が揃ったという状況ですね。では、最大兵力を持って、石山城攻略に取り掛かりたいと思います。姫路城が少し心配な状況というのはありますが、姫路城からも出陣を行っていきましょう。今ちょうど数正が、どうだい?歩兵に入っているかな?まあそれでも数正戻り次第出陣だな。あとは畿内の黒人衆あるいは水軍衆が味方として出陣してくれるかどうか。というところがね、勝敗に大きく影響を与えてきそうかなと思います。八神城、姫路城から出撃した部隊は、まず鉄砲矢倉をね、潰してもらいたいと思います。出陣してきたな。稲葉一徹。港みたい。機内の黒人衆出陣してくれたな。これはでかいぞ。一気に石山城を攻略する。で、姫路城に敵部隊か。これは、羽柴軍に、援軍の要請をしましょう。大至急。気合を入れよう。大至急ですね。さあ、こっからですけども、方針として先方は自分で発動していきます。混乱をうまく使っていきましょう。橋場家よし、秀長が援軍出してくれればなんとか姫路城は防衛できるだろう。姫路城防衛している間にこの石山城を取る。いや、これ数正の加入なくして成り立たなかったな。この野郎良いたな。なんとしてもこの数正の裏切りをうまく利用して敵を倒していきましょう。天界が同士討ち覚えてくれたね。こういうのも大きいですからね。カズマスはもう兵力がなくなったので姫路城に戻って姫路城の防衛戦の方に参加してもらいます。渡辺隊ももう厳しいので八神城に撤退。ここからは敵のね攻勢に備えましょう。あとは石山城を取る。混乱のコンボができる状態になっているので、うまく混乱混乱混乱が続けば敵にね、反撃されることなく連鎖的に攻撃ができるというのも大きいかなというふうに思っています。あとは残りの鉄砲の数とのにらめっこかな。敵の兵力を削りながらうまくね、なんとか攻略ここで終わらせたいな。どうする、八神城からもう一度出撃するかだな。姫路城からは敵部隊撤収したね。であればもうちょっとここは無理押ししてでもいいので急いで石山城攻略に援軍をもう一度出しましょう。とにかく今は
まあそれこそ一刻を争うというかね、そういう状態ですからね。承知。機内の黒人衆との協定が切れたか。まあこの時点で離反してくることはないと思うので、まあ、うまくやっていきましょう。機内の黒人衆は今誰の敵になってるのかちょっとわからない、そういう状態になってるな。どういう状況これ。やられた、機内の黒人衆の裏切りにあったわけだな最後。いやーもったいない、ここは落としたいぞ。これこの石山城は何が何でも落としたい、最後まで押し切れるかだな。押し切れるんだったらね、押し切りたいですよね、もうここまで来たら。いやー黒人衆の裏切りか、痛かったな。ちょっと時間巻き戻します。機内の黒人衆との協定を延長した状態で戦います。そうすれば機内の黒人衆の裏切りがないと思うので、ちょっと時間戻してもう一回石山城攻略戦やり直します。ん、明智彩ちゃんですね。なんか武将の格好をしてますけども、いや優秀だな。知略83、政治79、まあさらに早打ち、鼓舞威圧持ちですが、まあ姫にしましょう。機内の黒人衆との同盟が切れましたね。この時をまあ逆に言うと待っていた。もう一度協定を結び直す、結び直した上で石山城攻略に入りましょう。いつでも協定が結び直せるようにちょいちょい確認しておきます。協定が結び直せるようになるまで我慢。さあ機内の黒人衆との協定再び結びました。この状態で石山城攻略に入っていきましょう。姫路城、八神城、さらに二条御所からも出陣で、二条御所もし狙われるようであれば、その間はですね、昇竜寺城の三千でこらえるという戦いを想定しています。では出撃していきます。まあ、機内の黒人衆がさっきと同じようにね、援軍として出撃してきてくれるというのが大前提の、まあ、シナリオにはなってます。庭長秀で6000、あと何城、よし黒人衆出てきてくれた。これ予定通り、予定調和ですね。数マスは早速撤収しましょう。もうやられそう、早すぎる。ただその間に我々はね、石山城に奇襲を仕掛けていきます。機内の黒人衆もう1回2回出撃してほしかったかなっていうのはありますね。サマノスケの部隊がもう撤収か、ちょっと早いぞ、弱気な。いやー無理か、強いな。さっきの方がね、まあいい線いったのかなっていうね、そういう戦いっぷりですよね、これだとね。ここで3コンボ来てもな、ちょっともう一回やり直します。やっぱり早々に出陣する方が効果が高そうなので、早めに出陣します。続け。石山城が取れると本当に楽になるんで、なんとかねそういうところを演出していきたいんですけどね。機内の黒人衆が味方してくれている間に短期決戦で決着をつけるっていうね、ちょっとそういう目標で今回はやっていきましょう。展開がねうまく機能してくれるかどうかというのもありますし、いやーカズマス稲富ごときに結構あっさりやられるからな、まあ、それだけ稲富隊が強いっていうことだと思うんですけどね。さあ頑張っていきましょう。奮い立て。前回が同士打ちを覚えてくれたら、姫路城に対して攻撃を仕掛けてくる部隊に対しては援軍の要請を
行います。イメージ上の防衛戦、これがうまくはまってくれる。南城ごときに混乱が弾かれたか。やるな、やってくれる。あとは機内の黒人衆がちょっとあんまり機能してないな。各部隊一度戻って傷を負った人たちを回収してもう一度出陣します。鉄砲の数は今回だいぶ減らしました。混乱からのコンボがあと何回発動できるかっていうのもね、すごく重要なファクターになってきますね。思い知るがよい。同士打ちもね、かなり強力ですからね。特に敵の大軍を相手にする場合にはむちゃくちゃ有効になるんですけど、まあ、大軍じゃない場合にはね、まあ、そこまでの有効性がない場合があって、ここは今ある兵を当てにするせざるを得ない状況かな。姫路城の方はもう完全に任せましょう。二人とも近づけるな。やりよったな。あとは混乱とそのコンボ。南城が結構走ってくんだ。やってくれる。いやー、これ石山城攻略できないとしんどいよな。なんとか石山城攻略したいですよね、やっぱりね。混乱からの威圧コブのコンボが入ると大きいんですけどね。我が計略を抜けるだろう。混乱からのコンボが欲しいな。我が計略を抜けてみよう。ん、混乱につながった。うん、コブまでは来ないか。コブまで来ると大きいんですけどね。ちょっと待って、三井、ちょっと待って、待って、ここは頑張って。行くぞ。ちょっと待って。士気が低すぎるってそういうこと？いやー、これは頑張ってほしいところなんだけど。激励をもうちょっとちゃんとしとくべきだったなー。いやー、そこ引かないで欲しかった。引かないで欲しかったよ。出陣していこう。ちょっと甘かったですね、最後の詰めが。ただまだ終わっていない。もう一当たりかける。ここはもう全軍で残りの石山城の部隊を潰すっていうね。さあ、もう一度出陣だ。ここは最後のもう一押し、押し込みたいので出陣します。行くぞ。ですぐ激励を使って士気を高揚させましょう。同士打ちはね、結局敵が大部隊じゃないとあまり効果がないので。いやー、5000まで回復されちゃったか。しょうがないな。激励使っていきます。いやー、激励聞いてよ。届きませんでしたって言うけどさ、そうすると玉之助の部隊は出さずに光秀の部隊だけで攻略してもよかったのかもしれないですね。さあ、敵の石山城の耐久は削り切ったので、あとはなんとか力で押し込んでいきましょう。ここまで来ればもうでも落とせそうですね。石山城を本拠地に変えてもいいかもしれないな。よし、なんとかなりそう。苦労の末に石山城取れそうですね。三井出の部隊を介してちょうど石山城攻略完了ですね。いや、なかなかしんどかったな。
姫路城と八神城に兵を戻さなきゃいけないし、まあ、石山城の回復もしなきゃいけないし、兵糧はないしっていうね、なかなか厳しい戦いでしたが、まあひとまずね、石山城が取れた、大阪が取れたというのは大きいと思うので、このまま堺、岸和田を抑えていきたいと思います。では今回はね、一旦ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。